よう集まっていただいたところへ。どうも、京平です。サブチャンネル、サブチャンネルです。あ、で、あの、今からサブチャン撮るから並んでって言われて並んでます。ちょっと待って、やめて、その説明。その裏目ですよね。すごい静かだった。ちょっとやめて、裏やめて。ボキャブラリー勝負がしたい、君たちと。勝てるわけねえだろ、テレビの時が。なんでだよ。お前、ビビだ。いや、おめえね、もう一緒に長くいるからもうわかる。お前は雑魚だ。今ね、やるのはね、ワードウルゲーム、知ってます？ワードウルで分かるよ、あのアプリでしょ。あ、知らねえばかり説明すると、もう俺ら4人の理解力が高かったから理解できたけど、今の説明じゃ分かりません。だからお前は勝つことできないから。だからこれも作戦です。勝つために。お前の言うことに関して全部作戦のことだよ。そうそうそう、頭いい人というか、まあ、弱いところをね、見せといてみたいな。そう、勝負はこっから始まってるんだ。まあね、このワードウルフのお題のアプリがあるんだよ。そのアプリで公平にね、5人がもう全員が敵ということで、ああやっていきましょう。バトルロワイヤル。バトルロワイヤル。いいねー。なんて。だからこれ一番あの病院行こう。当てられたやつ何する？罰ゲーム。俺考えてなかったな、罰ゲーム。いや、もうここはもう罰ゲームの天才、ターボー君だね。ひどいなー。ターボーの罰ゲームでもやめにしよう。いやいやいや、お前よくやる。終わりにいってよ。やりましょう。マジで罰ゲーム。ターボーの罰ゲームはいつもしょうもないからな。じゃあやっぱワードウルフということで、ウルフなので、あの髪型をウルフカットにしよう。いや、そう、いきすぎすぎよ。メインよ。メインちゃんだから。分かった。強兵の足舐めよ。あ、いい、あ、いいね。俺負けたから自分で壊れし。いや、お前、お前負けたな。お前負けたらターボの、あの、靴下食う。こいつの靴下バカに服も、口に服も全部食う。全部食って5秒耐え、5秒耐える。いいよ、やりましょう。やろう、じゃあそれで。俺今一人ずつ見ていくから。あ、あ、見ていく。そう、一人ずつ見ていくの。そう、俺もよく知らないこの。お前説明する側だって。俺よく知らないこの。あ、視聴者もこの誰か一緒に考えるか。ああ、そう、考えよう。参加型企画ね。あ、そうしようか。皆さんもじゃあ見破ってみてはいかがでしょうか。スタート。あ、3分カウントダウン始まりました。みんなどう、これ、これどうかな。いや、便利だね。まあ便利、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 確かに便利、便利。特にね、この時期はそうだね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、この時期ね、多分使うことになるよね。ああ、うん、そうだ。いや、これからかな。これからだよ。あ、これから。俺、これから、これからめっちゃ重宝するやつ。そう、なんなら俺はもうしてるね。え、なんなら俺はもうしてるわ。あ、まあでも最初日だって、まあ寒いから、うん、ね、はい、寒いからね。プレゼントでもらう。ああ、まあ俺は嬉しくないけど。でも重たいけどね、めちゃくちゃ重いね。重いよね。でも俺は嬉しくないけど。作っちゃうやつとかあるでしょ、だって普通に。ええ、何よ、どっち作れんのそれ。何それ、何よ、何よって、もう答え言えって言ってるようなもんで。作れんの、ん、作れんの。作れるよ。ああ、分かったな。ああ、なるほどね。なるほど、ジョーカーが分かった。これはもう、まず骨格じゃないですか。大きさどれぐらいですか。大きさ、大きさどれぐらい、大きさ、まあ、だいたい夜け、だいたいこれぐらいみたいな。夜けどね、確かに。あ、夜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 、そう、手でやってよ、表して。まあ、だいたい俺、このこんぐらい。ああ、ああ、ああ、なるほどね。君は伸ばしたらこんぐらい。伸ばしたらこんぐらい。お前は、お前は、俺、こんぐらい。ああ、同じぐらい。こんぐらい。あ、こんぐらい。おっと、おっと、まあまあまあ、分かってきたね、誰がジョーカーか。まあ大体ね、カタカナだよね。カタカナ、カタカナ、カタカナ。俺もカタカナだよ。もう、もうあれだよね。もうみんな、みんな、みんなだよね。みんなだよ。どういうの、みんなだよ。年齢、男女、国籍問わず。ああ、それはそれは。誰、誰、誰、やべ、俺、多分俺あいつだと思うわ。じゃあさ、カップルでこう、一緒にこうね、お揃いしたりとか。まあまあ、そう、高校生がいらっしゃる。ああ、じゃあ合ってるはずだな。ってことはやめたもんな。お前知ってんのかよそれ。はい、終わりです。はい、まあまあ、そうだ、あいつは。せーの、
わ、割れてるね。リボが俺、俺がターボ、俺が恭平で、俺と大輝もターボだ。ターボが1、ターボ3、あ、俺が多い。これ当たってないんでしょ。なるほど。じゃあ、ちょ、リボン、はい、リボンから。でした途中、俺だけあってなったけど、そう、だからターボだなと思った、途中で。とりあえず、お題自分の題なんだ。感想求めてね。ごめんな。やば。マフラー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 。うわ、マジか。うわ、マジか。うわ、マジか。なんだ、隣は。マスク。うわ、マジで。うわ、自分だと思わなかったの。思わなかったわ。うわ、マジか。お前、下手だぞ、お前、このゲーム。途中も、お前、お前、やばかった。ここないじゃん、マスクこれ。ないじゃん。合わせにいっだから、これで俺はもう完全に狂った。しっかり炙り出されてる。俺とターボが今、1個負けてるよね。俺も共演させたから。ああ、なるほどね。第2試合目、スタート。はい、かわいいよね。かわいい、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 かわいい。まあ、勝ってる人もいるよね。あー、勝ってる人いるね。俺、ちっちゃい頃勝ってたもん。面白い。めっちゃ安いもんね、これ。そう、安いね。手頃なペットだよね、一番。手頃なペット。お前、え、めっちゃ安すぎるから。お前、え、違うの。ちなみに、これ、嘘はダメだから。うん、いやー、そうですよね。アニメにも出てくるしね。うん、確かに出てくるね。出てくる、出てくる、出てくる。アニメ出るね。出てくるわ。出てくる。え、タツキ出るっしょ。でも出てくるよ。出るっしょ。出てくるでしょ。嘘だめだから。嘘だめだから。色出し、色出し探せばあるわ、そういうアニメ。ああ、まあ探せばあるに決まってる。それはあれだわ、蹴っ飛ばしそうだわ。危ねえわ。ああ、危ねえな。あ、危ねえ。外にいたら危ないね、完全にね。外に、外にいたら危ないね。注意で蹴っ飛ばすよ。そう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 。確実にね、やられるから。あんまでも外で出会うことはない。まあない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 。まあないね。俺一回抜け出して道にいたもん。なんてか、俺一回抜け出しちゃうに。一体じゃなくて何体かバーって買う人もいるし。ああ、おい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 。そうだね。走るの好きだしね。ああ、確かに確かに確かに。走るの好きだし。やべ、一分しかない、わかんない。マジわかんない。なんかもう孤独死しそう。愛情に飢えてそう。ああ、でもあのおちょこちょいなイメージだね。おちょこちょいね。おちょこちょい。俺はなんかこう、そういう食べ方する人間もいるなっていう。ああ、わかるわそれ。わかるでしょ。めちゃめちゃわかる。わかりますね。動物園いるかな。動物園いる、これ。あるとこあるんじゃん。まあいるの。でも少ないと思うよ。多分動物園であんまり見ないよ。代表的なあれではないよね、動物園。どっちかというともうペットショップでしか見ない。そうだね。あ、終わっちゃいました。終わりでーす。あ、やべえ。マジはこれむずい。わかんない、これ。いきますよ。誰だ。せーの。俺がタツキ。俺と共演タツキ。俺らがリボン。うん、リボンが俺。ハムスター。ハムスター。じゃあ俺ハムスター。俺ハムスター。緑ガメ。よっしゃー。よっしゃー。よっしゃー。あ、ってことはもう完全ターボじゃん。ターボ。えー、マジかー。今、刺したんだけど俺根拠あるよ。だって、あの、歩いて外に逃げて見つけれねえもん。一回抜け出して道にいたもん。確かに確かに。こいつ外でなんか、あの、見つけたことあるみたいな。脱走してって言って。あれ絶対無理、ハムスターじゃん。っていうだけ。いや、ハムスターワンチャンあるよ。いやいや、見つかんないよ。脱走しちゃ見つかんないよ。絶対見つかんない。早いしな。早いし、ちょこちょこ知るし。早いから見つかんない。集まるとね、違和感を覚えるよ。いや、俺もうタツキがもう途中で、あの、完全に話を合わせてきて、完全に歩調を合わせてきたという。いやいやいや、俺それで、もう、あ、じゃあこいつはもともとは違うんだなってやってんなと思ってます。そうそうそう。むっずむっず。何すんだっけ。お前の話だめ。えぇ、うわぁ、うわぁ、えっか。多分指の間舐めてる。親指でしょ、親指でしょ、親指でしょ。親指でパクってやって。パクいきます。パクのペロだ。うわぁ、うわ
味はちょっとしょっぱい。